のお悩み解決アジオ、ランク目指すあなたへ優しいヒント。夜空を見上げて、静かな呼吸に耳を傾けて、今日は馬娘の育成で悩んでいるあなたへ心を落ち着かせるようなお話をお届けします。なんで私の馬娘はランク止まりなんだろう、そう思っていませんか？確かに馬娘の育成は奥が深く、目指すは最高ランクの。でも焦る必要はありません。大切なのは焦らずに一つずつ丁寧に馬娘と向き合うこと。例えばスピードやパワーといったステータスはもちろん重要です。でもそれと同じくらい大切なのが馬娘の個性、つまり才能を伸ばすこと。この馬娘はどんな才能を持っているのかな。そう考えて育成計画を立ててみましょう。例えばスピードに特化した馬娘なら、スピードトレーニングを重点的に行い、さらにスピードスキルを取得さ。せれば、ぐんぐん強くなっていくでしょう。でも、地には、得意なトレーニングだけでなく、苦手なトレーニングにも挑戦させてあげることが重要です。なぜなら、苦手なトレーニングに挑戦することで、新たな才能が開花する可能性があるからです。そして、育成が終了した馬娘には、様々なスキルが備わっています。このスキルは進化させた方が良いのかな？さまようこともあるかもしれません。でも、これも焦らずに、じっくり考えてみてください。進化させたスキルは強力になる一方で、進化させないことで、他のスキルとの相乗効果を生み出すこともあるのです。大切なのは、馬娘の個性、そして自分の育成方針を理解すること。焦らず、じっくりと、馬娘と向き合えば、きっとあなたの馬娘は、最高の輝きを放つでしょう。さ、明日の朝、あなたが目を覚ますとき、あなたの馬娘は、さらに成長した姿を見せてくれるはずです。ゆっくりと、深い呼吸をして、眠りに落ちてください。睡眠導入、馬娘育成で悩んでるあなた。優しい解説で眠りに落ちよう。馬娘、楽しいですよね。でも育成って難しいと感じてる人も多いんじゃないかな。特に医師とかサポカとか、初めてだとわけがわからないですよね。私も最初はそうでした。を目指してるんだけど、なかなかうまくいかない。フレンドから医師借りる回数って、3回までってほんと。育成のコツとか、もっと知りたいんだけど。そんな悩み、よくわかります。私も、最初は育成で何度も失敗して、いやもう眠れなかったこともありました。でも、色試していくうちに、だんだん馬娘の育成が楽しくなってきました。この動画では、私が実際に試して効果があった馬娘育成のコツを優しく解説していきます。難しい専門用語は使わないので、感心してみてください。例えば、意思って、実はフレンドから借りなくても、自分で集める方法があるんです。しかも、フレンドから借りるよりも、自分の好きな馬娘の因子を集められるので、育成がもっと楽しくなります。サポーカーについても、どれを選べばいいのか、迷う人も多いですよね。でも、実はサポーカーにも相性があるんです。例えば、スピードとパワーを上げるサポーカーと、スタミナと根性を上げるサポーカーを組み合わせると、より効率的に育成でき、ます。もちろん、いい癖にはルーも必要です。でも、コツを知っていれば、うまかせじゃなくても、ある程度は結果をコントロールできます。この動画を見れば、馬娘の育成について、もっと深く理解できるはずです。そして、きっと、あなたも、馬娘の育成が楽しくなるでしょう。眠る前に、この動画を見て、ゆっくりとリラ
を楽しみましょう。ネット上の感想。馬娘の育成で悩んでいたけど、この動画を見たら、少し安心しました。優しい解説で、眠る前に見たら、くっすり眠れました。石や佐藤家のこと、よくわかりました。特に、フレンドから石を借りなくても、自分で集められる方法があるって知って、すごく嬉しかったです。初心者でもわかりやすく説明してくれて、本当に感謝です。明日からもっと積極的に育成に挑戦してみようと思います。この動画を見て、改めて馬娘の奥深さに気づきました。これからもいろんな情報を教えてください。ナレーションの声が、すごく落ち着くので、眠る前に聞くのがおすすめです。眠りに誘う、優しい夜空の物語、馬娘育成で心が安らぐ、最高の休息時間。夜空を見上げれば、ここと輝く星があなた、を見つめている。静かな夜に、優しい風がそっと頬に触れる。まるで、遠い昔に奏でられた子守歌のように、心が落ち着き、穏やかな眠りに誘われる。あなたも、馬娘の育成で、強い馬娘を育てたい気持ち、すごくよくわかります。でも、なかなかうまくいかなくて、焦ったり、悩んだりすることもあるでしょう。ステータス、1200以上を目指して、何度も何度も育成を繰り返すうちに、気がつけば夜が更けていく。もっとうまく育成したい。この選択肢、どれを選べばいいんだろう。こう作るのも、を目標に育成。するのも難しい。そんな時、立ち止まって、少しだけ心を休めてみませんか。この動画では、馬娘の育成で疲れたあなたへ、優しい眠りへと誘う、穏やかな物語をお届けします。まるで、静かな夜空の下で語りかけるように、ゆっくりと、そして丁寧に、育成のコツや、馬娘たちの魅力について、お話していきます。難しい育成論や、複雑な戦略は抜きにして、ただ、馬娘の世界に心を委ね、優しい時間を過ごしましょう。一緒に、夜空の星を眺めながら、心を穏やかに、そしてゆっくりと眠りに落ちていきましょう。視聴者の感想。育成に疲れて、なかなか寝つけなかったのですが、この動画のおかげで、ぐっすり眠れました。優しい語り口調が、本当に心地よかったです。馬娘の育成は難しいけど、この動画を見ていると心が落ち着きます。育成のヒントももらえて嬉しいです。夜空の映像と音楽がとても綺麗で癒されました。明日も頑張れそうです。この動画を見ていると、まるで優しいお母さんに語りかけられているような気分になります。馬娘の世界に浸ってリラックスできました。ありがとうございました。爪睡眠導入鏡。育成で絶対に成功するコツを教えます。評価突破も夢じゃない。こんばんは。馬娘の育成で悩んでいるあなたへ、今日は眠る前に聞きたい。ちょっとだけ役立つ話をしようかな。石をフレンドから借りるのは3回までってほんと。育成で評価が限界なんだけど、一体何を意識すればいいの？スピード、パワー、スタミナ、ステータス、上げすぎると逆効果になるってほんと。そう、馬娘の育成って奥が深くて、なかなかうまくいかないことってあるよね。でも大丈夫！私も最初は全く同じように悩んで、何度も育成失敗した経験があるんだ。でも、あることに気づいてから、育成が驚くほど安定するようになったんだ。それはね、育成目標を明確にすること。例えば、目標が1レースを1着で勝ちたいなら、そのレースに適し、
ウマ娘を育成する必要があるよね。スピードが重要なのか、スタミナなのか、それともパワーなのか、レスによって必要なステータスは全然違うんだ。そして、目標達成に必要なステータスを理解したら、次は育成方針を立てて、その方針に沿って育成を進めることが大切になってくる。例えば、スピードが重要なレスなら、スピードを優先的に上げていく。そのために、どのトレーニングを選ぶのか、どの意地を借りるのか、どのイベントに参加するのか、具体的な計画を立て、で、育成を進めていく必要があるんだ。でも、計画通りに行かないことだってあるよね。あれ?スタミナが足りない。スピードが、思ったより伸びない。そんな時は、焦らずに現状を冷静に分析して、計画を修正することが重要なんだ。例えば、スタミナが足りないなら、トレーニングでスタミナを重点的に強化したり、スタミナの高い意志を借りたり、する必要があるかもしれない。そして、何よりも大切なのは、楽しむこと。育成は、自分が好きな馬娘を育てて、最強のチームを作るための、楽しいチャレンジなんだ。時にはうまくいかなくても、諦めずに、いろんな方法を試して、自分だけの育成方法を見つけていこう。どうかな。眠くなるような優しい言葉で話してみたけど、少しは役に立ったかな。もし、この動画を見て、少しでも馬娘の育成が楽しくなったら、嬉しいな。そして、明日の朝は、最高の笑顔で、馬娘の世界へ飛び出していこう。おやすみ。ロニ、馬娘育成の悩み、全部解決。優しい解説で、あなたも明日からぐっすり眠れる。馬娘の育成、楽しいですよね。でも、あれこれ試すうちに、疑問がどんどん湧いてくるのも事実。なんでこの子は他のキャラより育成のダンスが違うの?あの自己紹介イベント、いつになったら見れるの?育成で全てが噛み合ったって、一体どんな感じなんだろう?正月来たさん、私もいつか弾けるかな?わかります。わかります。私も最初はそうでした。育成に夢中になりすぎて、夜遅くまでスマホを触ってしまい、睡眠不足に悩んだこともありました。でも大丈夫!実は、馬娘の育成には、ちょっとしたコツがあるんです。例えば、育成団の違いは、キャラの能力や成長速度によって決まっているんですよ。早熟な子は早く成長する代わりに、菊が早く訪れるので、育成期間も短くなります。逆に、バーゼタイプの子は、じっくり時間をかけて育成する必要があります。自己紹介イベントは、キャラによって発生するタイミングが違います。中には、特定のイベントをクリアしないと発生しないものもあるんですよ。そして、育成で全てが噛み合った。それはまさに思考の体験。完璧な育成計画を立て、キャラの才能を最大限に引き出したとき、それはもう、感動ものです。もちろん、育成は運要素も大きいので、なかなか思うようにいかないこともあります。でも、諦めずに、いろんな育成方法を試してみてくださいね。大切なのは、無理せず、自分のペースで楽しむこと。もし、育成に疲れてしまったら、ゆっくり休んで、また明日から頑張りましょう。この動画では、馬娘の育成について、わかりやすく解説していきます。睡眠導入効果もある、優しい解説で、あなたも明日からぐっすり眠れるようになるはずです。ぜひ、最後までご覧ください。導入、馬娘育成で、心が安らぐ。最強の育成論を語り尽くす。こんばんは、馬娘トレーナーの皆さん。今日は、夜空に輝く満月のように、穏やかな気持ちで、
ウマ娘育成について語り合いたいと思います。最近育成ガシャの無料10連キャンペーンが減って、ちょっと寂しい気持ちになった人もいるかもしれませんね。でも焦らないで。無料10連がなくても、私たちには心を込めてウマ娘を育成する喜びがあります。育成で大切なのは、ウマ娘への愛情と彼女たちの成長を見守る優しさです。根性、スタミナ、スピード、どのステータスが重要なのか、それはウマ娘によって、そしてトレーナーの育成欲しいよって変わってきます。例えばジェンティルドンナと対戦する育成では、彼女の強さを理解し、それに応じた戦略が必要になります。彼女との戦いは私たちトレナの育成スキルの腕の見せ所です。育成中のウマ娘に継承するウマ娘を選ぶのもまた楽しい時間です。彼女たちの能力を組み合わせて最強のチームを作り上げる喜びは言葉にできません。そして初心者トレナの皆さん、安心してください。ウマ娘育成は難しいものではありません。コツさえつかめば、誰でも彼女たちを強く、そして愛らしい存在に育てることができます。さあ、一緒にウマ娘の世界に飛び込みましょう。穏やかな音楽を聴きながら、彼女たちの成長を見守り、心を安らげる時間をお過ごしください。この動画はウマ娘育成に疲れたトレナさん、癒しを求めるトレナさんに向けて作られました。ウマ娘育成に疲れた、育成がうまくいかない、もっと育成を楽しみたい、そんな気持ちを抱えている方はぜひこの動画を見てください。この動画ではウマ娘育成の奥深さを優しく丁寧に解説していきます。難しい用語は使わず、誰でも理解できる言葉で説明するのでご安心ください。また視聴者の心を穏やかにすると、ゆったりとした語り口調でリラックス効果も抜群です。ウマ娘育成を通して、あなたも心穏やかな時間を過ごせることを願っています。睡眠後にウマ娘育成の悩みを解決、初心者さんも安心、優しい育成ガイド。夜空を見上げると星が静かに輝いています。静寂の世界に包まれ、心も落ち着きを取り戻していくような、そんな穏やかな夜を過ごすお手伝いをさせてください。ウマ娘の育成、難しいですよね。意思をフレンドから借りるのは3回まで、トレーニングは何をすればいいのか、ステータスはどれを伸ばせばいいのか、育成で全てが噛み合ったことなんてあるの？そう思っている人もいるのではないでしょうか。私も最初はそうでした。シナリオでは都合の悪い場面もたくさんありました。因子周回も継承因子取得も一体どうすればいいのでしょうか。でも大丈夫、この動画を見ればウマ娘の育成がぐっと楽になります。初心者さんも安心、育成の基本からトレーニングの選び方、ステータスの伸ばし方まで分かりやすく解説していきます。さらにシナリオ攻略のヒントや因子周回のコツも伝授します。そしてあなたの育成をさらにレベルアップさせるちょっとだけ裏技も教えちゃいます。この動画を見ればあなたもきっとウマ娘育成の達人になれるでしょう。さ、一緒に穏やかな夜にウマ娘の世界へ旅立ちましょう。視聴者の声、この動画のおかげでウマ娘育成が楽しくなった、初心者だったけど分かりやすくて助かりました、シナリオ攻略のヒントが役に立ちました、因子周回のコツも知れて効率がアップしました、優しい語り口調で
眠くなるほどリラックスできました。睡眠導入、ウマ娘育成で、最強ウマ娘を作るための秘密。ステータス、1200超えの効率的な育成方法を解説。あなたは、ウマ娘の育成に熱中していませんか？最強のウマ娘を作りたいけど、なかなかステータス、1200を超えられない。そんな悩みをお持ちのトレーナーさんも、多いのではないでしょうか。この動画では、睡眠導入効果の高い、優しい語り口で、最強ウマ娘を作るための秘訣を伝授します。ステータス、1200を超えるための、効率的な育成方法、具体的な例を交えながら分かりやすく解説します。ウマ娘の育成って、運気じゃないの。そう思っている方もいるかもしれません。確かに運の要素は大きいですが、正しい知識と戦略があれば、運に左右されずに最強のウマ娘を育成することができます。この動画では、以下の3つのポイントを解説します。1ステータス、1200を超えるための基礎知識、ウマ娘のステータスと育成の基礎知識を解説します。効率的にステータスを伸ばすためのポイントを理解しましょう。2最強ウマ娘育成のための戦略、スピード、根性、賢さなど、様々な育成タイプに対応した戦略をご紹介します。あなたの目指すウマ娘に合った育成方法を見つけ出しましょう。3、効率的な育成のコツ、育成効率を上げるためなどのテクニックを伝授します。時間の節約はもちろん、育成のストレス軽減にも役立ちます。眠る前にこの動画を見て、助からぬウマ娘育成に役立ててください。この動画を見た、トレーナーさんの声。今までステータス1200を超えられなかったけど、この動画を見たら、育成方法がカラリと変わりました。優しい語り口で、感心してきてました。眠る前に見たら、ぐっすり眠れました。具体的な例がわかりやすく、すぐに実践できました。おかげで、最強のウマ娘を育成できました。あなたも、最強のウマ娘を育成して、レッスン勝利をつかみましょう。民道に、ウマ娘育成で、心が安らぐ。上手な育成のコツを語り合う夜。こんばんは。今日は、ウマ娘の育成について、一緒に語り合いたいと思います。ウマ娘の育成って、本当に奥が深くて、楽しいですよね。でも、なかなかうまくいかない時もあるし、育成に時間がかかってしまって、ストレスを感じてしまうこともあるかも、しれません。なんでこの子、全然強くなれないの？せっかく頑張って育成したのに、レースで負けてしまって。そんな風に思っている方もいるのではないでしょう。ふっか。私も、最初は育成に苦労しました。何回やっても目標のステータスに届かなかったり、レースで惨敗したり。でも、色を試しているうちに、だんだんコツがつかめてきたんです。今日は、私が実際に試して効果があった育成のコツをいくつかお伝えします。例えば、サポーカの組み合わせは、本当に重要です。このサポーカ、強いはずなのに、全然効果がない。そんな経験はありませんか？実は、サポーカは組み合わせによって、その効果が大きく変わってくるんです。例えば、スピードを上げるサポーカと、スタミナを上げるサポーカを組み合わせると、相乗効果でスピードとスタミナが、同時にアップするんです。あ、そんなこと知らなかった。そう思った方もいるかもしれませんね。他にも、育成イベントの選び方や、トレーニングの順番なども、育成結果に大きく影響します。育成イベントって、どれを選べばいいの？トレーニングって、どの順番でやればいいの？そんな疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。これらの疑問を解決するヒント、
これから詳しくお伝えしていきます。そして育成の糧で大切なのは焦らないこと。早く強くしたい。他のトレーナーに追いつきたい。そう思う気持ちはよくわかります。でも焦るとかえって効率が悪くなってしまうこともあります。大切なのは馬娘との絆を育むこと。この子ならきっと強くなれる。そう信じてゆっくりと育成を進めていきましょう。そして地には育成から離れてゆったりと馬娘の世界に浸ってみましょう。レースの後半、キャラクターたちの個性、そして馬娘の世界に流れる優しい音楽、これらの要素があなたをリラックスさせてくれるはずです。この動画があなたの馬娘育成のヒントになれば幸いです。そしてどうか穏やかな夜をお過ごしください。睡眠導入級、初心者さんも安心。馬娘育成をスムーズに進めるためのヒント集。馬娘を始めたいけど育成が難しそうで、そんなあなた、この動画は馬娘育成をスムーズに進めるためのヒント、まるで優しいお休み絵本のようにゆっくりと解説していきます。馬娘の育成、最初は本当に難しいですよね。どの馬娘を育成すればいいのか、どんなスキルを継承すればいいのか、全くわからない、そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。でも大丈夫、この動画を見れば馬娘育成の基礎知識から効率的な育成方法、さらには上級者向けのテクニックまで分かりやすく解説していきます。まずは育成の基本から。馬娘の育成には大きく分けてステータス、スキル維持の3つの要素があります。ステータスはスピード、スタミナ、パワー、根性、賢さの5つ、それぞれがレースの成績に影響します。スキルはレース中に発動する特殊能力で馬娘の能力をさらに強化します。維持は親馬娘から受け継ぐ遺伝情報で、ステータスやスキルに影響します。これらの要素を理解した上で育成目標に合わせて馬娘を育成していくのですが、具体的な育成方法は馬娘の種類やシナリオによって大きく変わります。例えば短距離向けの馬娘を育成する場合はスピードとパワーを重視し、長距離向けの馬娘を育成する場合はスタミナと根性を重視する必要があります。また馬娘の育成にはいくつかのコツがあります。例えばトレーニングの順番を工夫することでより効率的にステータスを上げることができます。またレースに出走するタイミングを調整することでより多くの経験値を獲得することができます。この動画では具体的な育成方法やコツを分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。馬娘の育成は奥が深く、いろんな楽しみ方ができるものです。最初は戸惑うことも多いですが、コツをつかめばあなたもきっと最強の馬娘を育成できるはずです。この動画があなたの馬娘育成の旅の役に立てれば幸いです。ゆっくりと休んで明日も楽しく馬娘をプレイしましょう。睡眠導入馬娘育成で悩んでいるあなた、穏やかな心で最強馬娘を育成しよう。馬娘の育成楽しいですよね。でもトレーニングに失敗したり、シナリオが複雑で理解できなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。私も最初は育成に時間がかかってなかなかうまくいかずにストレスを感じていました。あれ、このトレーニングって合ってるのかな。もっと効率よく育成できないかな。ファイナルスで勝てる自信がない。そんな悩みを抱えているあなたに、今日は私が実践してきた穏やかな心で
最強馬娘を育成するコツを伝授します。まず、大切なのは焦らないこと。馬娘の育成は、じっくり時間をかけて、愛着を持って育てることが重要です。焦って育成を進めると、かえって失敗しやすくなってしまいます。トレーニングは、馬娘の個性や、目標レースに合わせて、柔軟に考えてみましょう。例えば、スピード重視の馬娘なら、スピードトレーニングを優先的に行うようにします。育成シナリオは、最初は理解しにくい部分があるかもしれません。でも、何度もプレイしていくうちに、だんだん理解できるようになってきます。難しいと思ったら、攻略サイトや動画を参考にしながら、自分なりの育成プランを立ててみましょう。そして、何よりも大切なのは、楽しむことです。馬娘の育成は、自分だけのオリジナル馬娘を育てる喜びを感じられる、素晴らしいコンテンツです。育成に失敗しても、気にせずに、また新たな馬娘を育成してみましょう。この動画では、具体的な育成方法や、トレーニングの選び方、シナリオ攻略のコツなどを詳しく解説していきます。あなたも、穏やかな心で、最強の馬娘を育成しませんか？一緒に、馬娘の世界を楽しみましょう。